次はポーションを蹴散らないでいこっと。この先はボス部屋か。あれ、君たちさっきの戦いにいたっけ。ああ、いいえ、私たち今来たところで。さっきのってことは一度戦ったのか。そうなんだけど、ボコボコにされちゃって今から再挑戦するところなの。やっぱりボスだけあって手強そうだね。心配することないよ、プレミア。みんなと協力すれば。はい、仲間がいれば苦難は乗り越えられます。よし、俺たちもこのレイド戦に参加しよう。行くぞ。
とか勝てた。ステージのボスだけあって手こずらされたね。とはいえ仮面の NPC は見つからず、どこに行ったのかしら。おい、なんだよこれ。何かあったんでしょうか。行ってみよう。この宝箱空っぽじゃねえか。お前が取ったんじゃないのか。バカ言ってんなって。最初から空だったんだよ。宝箱が空っぽだったみたい。ボス戦を終わらせて報酬がないとなればがっかりもするわよね。ベータテスト中だからまだ報酬が用意されてないのかな。ベータテスト中とはいえ報酬が用意されていないのであれば、宝箱そのものを置かなければいいだけ。じゃあなんでこの宝箱は空だったんだ。どうしたの。あたりを調べてくる。あ、すでに宝箱が空なのは俺たちよりも先回りして中身を持っていた奴がいるからだ。そしてその人物はいた。やっぱりそうか。やっと追いついた。空だった宝箱の中身を持っていったのは君か。そう。危険な目にあってまで君が手に入れなくてはいけないものというのは一体何なんだ。じゃあ質問を変えよう。君はプレミア、俺の仲間が倒れた時にあなたもって言っていたよな。つまり君にも同じ現象が起きている。前に君が苦しそうにしながら戦っていた時もそれは起きていた。一体君たちに何が起きているんだ。あれは私の可能性。可能性？なんだ？入ってくるな。私は認めない。ティア、そんなティアなのか。何があったんだ君に。どうして姿が変わ。私の可能性が私に絶望を与えたから。行くってどこへ。私の可能性がある場所。ティアの言う可能性というのは何だ。これ以上私に関わろうとする。待ってくれ。君やプレミアに問題が起きているなら俺たちに話。いつ起きるともわからない異常を抱えながら一人で戦い続けるのは危険だ。プレミア。え？私はあの子のようにはなれない。それはどういう意味だ。ディア！あの仮面をつけた。でも背格好も全然違うよ。ティアちゃんに一体何があったんでしょう。今の話から考えるとティアは何か強い思想に取り憑かれているみたいなのよね。ユイちゃん
何かわかる？シノンさんの言う通り、特定の思考ルーチンに巻き込まれたと考えるのが可能性としては一番高いです。ただそれが何なのかまでは。何かエラーが発生して異常な状況になっちゃってるっていう可能性は？カーディナルにはエラーを自動で修復する機能があるから、それも考えにくいかな。つまり今のティアの状態はエラーではなくて、あくまで正常だから。姿が変わったってのか？けー、意味がわかんねえ。ただプレミアが不安定な状態になるのはティアに起きている事象のせいだろうね。ついで用意される NPC は共通のデータ領域を持つことも多いから。ティアが言ってた目指している場所ってのに何か心当たりはあるか？いや、これといってないんだ。ただそこには自分の可能性があると言ってたな。可能性？何かに巻き込まれ姿を変えてしまったティア、このままだと二人がどうなってしまうかわからないよね。やっぱりティアちゃんを追うしかなさそうだね。行きましょう。ティアに会って話を聞きたいです。もしティアが一人で苦難を乗り越えられていない。そうだな、仮面をつけた NPC。 ティアが言っていたその言葉には彼女自身のついても同時に何かに抗いながら、プレミアが言うように彼女が苦難にぶつかっているのであれば。私がここにいる理由。うるさい！これが